さあやっていきましょうか。ブルーホースでございます。本日もバイオハザード4、まあ、せっかく動画をねご覧いただいてますから、まずはチャンネル登録とグッドボタンを押してからね、今から美女の生足が見れますよ。まあ、ちょっとおっぱい乏しいんだけどね、まあそんなことは言ってもね、やっぱりこう、そうそう、ほら、あ、見えた見えた、みんなお尻見えてるよね。右ケツあたりがチラッと見えてるって、もうそれだけでももうね、なんかこの20秒見た価値があるんじゃないかなというふうに思います。ということで今回はねバイオハザード4なんですけれども、チャプター5に入っていきます。で、孤島というね、まあちょっとよくわかんない施設、まあここで何が一体繰り広げられていたのかっていうのが結局ね、さ、このカリスマの格好とさ、これから出てくる敵たちの格好があまりにもこう乖離をしすぎていて、なんかこう組織として全く統一感がないようなっていう、そういうツッコミをこうせざるを得ないような、まあそんな感じなんだけどね。まあ小物だとかってね、なんか煽ったりとかしてますけどね。でそれに対してなまあ僕は小物ちゃんなんだよねって言って、まあいかにねバイオ RE4 で、まあもうあと1ヶ月ちょっとっていうところに迫ってきましたけどね、バイオ RE4 で、まあいかにね、まあ、サドラーが強くなってるかっていうのは楽しみなところですけどね。まあ今さっきちょっと生足の話とかもチラッとさせてもらったんですけど、なんかね、最近よくわかんないんですけど、この間ほら、2つ前か3つ前かくらいの動画でさ、偉そうに就活生のなんか、ね、面接とか ES とかどんなことしたらいいですかって、就活全体に対しての、その、相談みたいなのを受けて、まあ、偉そうに一人講釈垂れて、ベラ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 とこう回答させていただいたっていうようなことがあったんですけど、なんか、その子と、その子って言ったら、まあちょっとなんかバレちゃう。バレないか。バレないけど、また誰から相談されても、まあ学生さんとだけ言っときましょうというとこなんですけど、まあなぜかね、彼女と、まあ男の子なんですけど、彼女とのね、なんかその、エッジ系の話の相談もなんかまたいただいたというね、なんか、まあなんだろうな、こう、言葉で、誘ったら、だからしないみたいな。言葉で誘ったら、なんか断られるけど、こう、言葉で誘わずに、なんかその場の雰囲気を作ったら、危ない！おー、セーフ。なんか、乗ってくれるっていう。なんかでも、やっぱりその、どのタイミングでやろうかみたいな、やろうかって言い方良くないか。まあね、行為をいそいそいそいしようかっていうことを、まあ考え、あれ？死んだのか。味方に殺されたね、こいつね。そうそうそう。なんか、やっぱりこう、なんか、自分にスイッチを入れる意味でも、なんかこう、その場の雰囲気だけじゃなくて、しれっとこう、なんか、今日は、いいかいみたいな感じで、こう、いいよみたいな、なんか、そういうのが欲しい、みたいなことは言ってたんですけどね。もう、皆さんってどう始めます？エッチ。僕の事情を言ってしまうと、まあ、いくらプライベートのことがバレないであろうとはいえ、嫁さんがあんまりいい気をしないんで、僕のことは言えないんですけどね。まあでも、確かに、大学の同級生とこの間飲んだ時に、女の子の方だったんですけど、なんかね、するなら、なんかはっきりと誘ってくれた方が嬉しいみたいなことは言ってたよね。なんかその子の彼氏は、なんか、こう、すごい優しく愛撫をしてくれるらしいんですよ。だけど、それがその、果たしてエッチをする愛撫なのか、それとも、なんて言ったらいいんだろう。ただ単に、じゃれついてるだけなのかが、すごくはっきり分かりにくいみたいな感じで、その女の子自体は結構サバサバした性格だから、なんだろう、こう、もう はっきりと、もうなんかエッチするならする、で、もうさっさとおっぱいを揉んでほしいみたいな、ことをまあ言ったりとかしてたけどねそれはそれで面白いなと思ったけどなんかね、もう揉むなら揉んでよって、なんか嫁さんとかに言われたいですけどねって言ったら、なんか僕の夫婦の性生活事情がなんかちょっと露呈されちゃうから、 あんまりはっきりとは言えないけどね。まああとはその単純に、なんだろうな、まあ誘ったらというか、その雰囲気を作ったらしてくれるってことは、まあ別にエッチが嫌ってわけじゃないんだろうけど、
なんだろうな、そのはっきりとこう誘われてそれに応える自分が恥ずかしいって思っている可能性はあるから、だからこそこう言葉にせず、そのお互いの意思疎通をはっきりと取らない形でエッチを追っ始めるっていう方がいいから、どうしてもその自分にスイッチを入れるためっていうのは、まあどうしてもその相手あってのね、あの行為ですから、から違う、やつらがチラ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 打ってきてるのがすげえ鬱陶しいんだよね。ほい。そう。まあ相手あっての行為だからね、エッチっていうのはさ、やっぱり、うん、愛ってさ、心を受け入れるって書くじゃない。うん。っていうことなんで、まあ、そういうことか、あぶれ。まあ、そういうことを考え、おお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 いお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 い死ぬんかい。じゃあ、キック。やばいやばいやばい。おいおいおい、ゲイ。来る。もう来ない。まったく。いないね。じゃあ、あいつ、あ、まだいたー。あれ？防寒や、おお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 。キック。落ちた。落ちたね。なんかめっちゃ飛んできてるし。クリッと売り返って、うん、ちなみに皆さんの性事情とかどうです？まあそんなことをねコメント欄に書いてちょって言って書いてくれる人なんかにまあいないだろうけど、まあなんか書いてくれたら書いてくれたら面白いけどな。なんか一気に その人がこうチャンネル登録じゃないや、動画を上げてるかどうか別にしてさ、なんか こいつと絡んでたら面白いかもしれないから、チャンネル登録してみようかなみたいな風に思ってもらえたりとかね、まああんまり絡まれたくないかもしれないけどね、エッチが自分がどうなのかっていうことさらけ出した上でさチャンネル登録されて追跡とかされたら恥ずかしいもんね。 YouTube の仕様でさ、その動画を上げたらさ、その登録とかしてたら新しいあの動画が上がるとそのね通知とかが行ったりとかするシステムあるけど、あれってどうなんだろう、のコメントを残したらそのコメントが入れましたみたいな、そこまで終えると面白いよね。なんかさ、自分は動画は上げないけど、こうひたすらこういろんな人の動画にさ、すごい面白いコメントを残してグッドボタンをもらったりとかしてる人とかって、まあそのアンチもしかりだけどいたりするじゃないですか。ああいうのってすごいあったら面白いし便利なんじゃないかなと思うけどね。この人のこうまた自分の興味ある分野の動画、微調整がまずい、うん、とか上げてたりとかするたんびにね、あ、まためっちゃ面白いコメント残してるわとかあれば、そんなんがね終えるとすごく面白いんじゃないのと思うけど、まあ実際どうなんだろうな。まあなんでそのちょっと話戻すと、のっけからそんなエロ系の話をしたかっていうと、今すっごい眠くってじゃあゲーム実況なんか撮らずに寝ろよっていう話なんだけど、いやもうほんとおっしゃる通りで、あのね最近そのまあこれ今日たまたまあの休日に収録することができて、明日も休みの日だから、まあちょっと夜更かししてもいいかなっていう、まあそれもあるんだけど、ちょっとね休みの日に日中そのお昼とか夕方とかにまあちょっと筋トレをする余裕がなくて、最近ね嫁さんが寝た12時過ぎくらいか、まあ12時前後くらいか、だいたいまあ嫁さん11時半から何時だろうな、まあ、11時半前後にはまあ少なくとも寝るような、まあ、生活習慣を送ってて、早い日とか10時半とか寝たりするけど、まあそんな中で12時を過ぎてから今筋トレをやってね、今日は腕の日だったんで、まあ、腕周りをね、まあ、上腕二頭筋、上腕三頭筋、それからまあ前腕の3箇所を鍛えて、そのインターバルの間にちょっとだけ腹筋をやるみたいなことをまあやってたりしたんですけど、まあ、それが一通りまあ1時間くらいの筋トレをねやった直後に今これ収録をしてるんで、まあ全身の疲労がすごくてね、アップで、あ、やべ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 、アップで軽くそのまあプチヒート、そのなんて言ったらいいんだろう、心拍数を上げて、まあ真冬じゃん今もう、真冬だからすげえ寒いんで、いないのかな、そうだからちょっとでも体を温めてからやらないと、逆にその体を温めた後になんて言ったらいいんだろう、まあ部屋を
暖かくしたりとかするとものすごい汗が出るから、本当はねあんまりこう寝る前の時間帯とかに筋トレをすると興奮作用が働いちゃって寝るまでの時間がかかったりとか、寝ても眠りが浅くなっちゃったりとかする可能性が高いからあんまり良くないんだけど、まあとはいえね、いないな、来る来ない、うん、まあとはいえやりたいことをやるのがやっぱり一人になってからの時間っていうことを考えると、もう朝1か夜中のこの時間かなんだよね。まあ朝のね7時半とかにならないと嫁さんや娘ちゃんは起きてこないから、まあじゃあ6時とかに起きればいいのかなと思ったりするけれども、さすがにね、これ夏だったら余裕のよっちゃんでできるんだけど、うい、夏だったら余裕のよっちゃんでできるけど、冬はね僕ほんとね寒いのがマジでダメで、本当にダメなんですよ、本当にダメで、だからもう諦めて夜中にシコシコするしかないよねっていう、そんな感じなんだよね。おい、オッケー。いや、なんか ものすごい頭吹っ飛んでたけどな。大丈夫。おい、まだ生きてるやついるな。あれ、ここってなんか盾持ちとか来なかったっけ？来ないのか。その方がありがたいんだけどさ、別に盾持ちめんどくさいからね。来てないよね、来てないよね。どこまで行くか。車内の侵入、車内？なんで車内？違う、車内じゃなくて、もう自分が何喋ろうとしてるのかさっぱりわかんなくなってきた。まあ、そんなこと言い、やってるやつ降ります。ね、あ、そうだ、建物内っていう言い方の方がシンプルでいいのか。うん、建物内に侵入したところくらいで、侵入する手前のセーブポイントがあったな、そういえば武器商人が。敵がいるにもかかわらず商売してるところね。まあ、やつガナードだから、別に他のガナードにやられるみたいなことはないかもしんないけど、ないかもしんないというかないんだけどね。実際どうなんだろうな、お城とかさ、ここの場所に出てくるガナードとかがさ、武器商人をぶち殺すみたいなこととかあったりするのか。いって！めっちゃ正確に撃ってくるやん、こいつ。うら。倒れてるかな。よし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 。じゃあ、そうなんだよな。しれっとなんかこう中途半端な体力で殺される可能性ってのは非常に高いからな。いない？あれ、あの穴ぐらからなんか出てくるやついなかったっけ？あ、なんかいるいる。あ、ちょっと待って、上のやつ死んでなかった。あれ、ドラム缶でぶちのめしたと思ってたけどな。近い、超近い、超近い。まだ生きてんのか。強っ。ドラム缶で爆破される。ライフル2発の耐久力を持つ男。なかなか強いよな。あ、ちょ。OK。で、いるから、吹っ飛ばす。で、お金って、あれ？あ、こんなとこまだいたんだ。それとも、あれかな、プロフェッショナルだからかな。やっぱ地味にね、ノーマルでプレイするときの、なんて言ったらいいんだ？アーマー？なんて言ったらいいんだって、アーマーしかないよね。その 30% の軽減ダメージ、ダメージ軽減をしてくれれば、アーマーの存在ってすげえでけえなって思うんだよなぁ。やばい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 。あ、爆発してくれた。オッケー。Thank you!あ、一個視聴者さんに突っ込まれたことがあって、あれ、ブルーホースって関西人よなって言われて、そうか、関西人です、僕。まあ、生まれだけ広島で、5歳まで住んでて、で、そっからずっともう大阪に住んでて、で、今は、まあ、ちょっと結婚して、九州合併されて、で、奥さんの実家が近い、まあ、京都に住んでるんですけど、うん。まあ、だから、バイオ界隈では、超有名な、梅田ジャパンさんと同じ京都に住んでます。まあ、梅田ジャパンさんが京都のどこに住んでるか知らないけどね。まあ、年下だから梅田ジャパンって言ったら行こうか急な年齢マウント。まあ、非常にどうでもいいけどね。そうだからさ、その敬語使って喋ったりとかね、敬語じゃない時でもなんて言ったらいいんだろう、シンプルにそのあーわーわーわー、そう標準語で喋ったりとかしてるから、なんかそのイントネーションとかいろいろその気になる
ことがあるみたいなこと。おお、後ろなんで、どっから登ってきたの、それとも降りてきたの、上から。びっくりした今。そうそうそうって言われちゃったことがあるんで、どうしよっかなと思って、なんか喋り方がどうしてもその なんだろうこう、まあ、誰が見てるかもわかんないような動画だけど、やっぱりこう視聴者さんのことを考えたりとかすると、視聴者さんって言ってる時点でなんかね、ついつい敬語が出ちゃったりとかっていうのはぶっちゃけある。うん、だから次回パート以降とかでもうね、あのもう間もなく終わろうかなって思ってるポイントまで行こうと思ってるから、もう今更喋り方を変えるつもりってのはあんまないけど、まあ普通にフラットに喋るか敬語スタイルで行くのか、まあ、それともね、自分が普段喋っている関西弁で行くのかっていうのは、まあ、ちょっと次回以降のパートとかでちょっと考えてやっていこうかなとは思うけどね。あとはやっぱりもうちょっとテンション上げてほしいっていうのはある。なんかその ゆったり喋っている時もあれば、ものすごい早口だったりとかっていうので、やっぱりこうキャラが定まってねえよって思いっきり言われて、まあそれはそうだよなって思って、うん、僕どちらかというとその人前で喋るのがすごい好きで、で人が喋ってることに対してこうなんかツッコミ入れたりとかするのはすごい好きなんですよ。でまあまあまあ人前で喋るっていうか、まあ喋ること自体がまあ結構好きだから、まあ、一人でこうやってベラ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 ゲーム実況やってること自体は全然苦ではないんだけど、やっぱりまあ人がいる方が生きるっていうのがあるから、だからこういろんな、どんな危ないんですよね、チェと、どんなね、スタイルで喋っていくのかっていうのは、まあ、結構、瞑想してる感あるよね。瞑想してるやつが実況動画上げんなよって話だよね。実況ってさ、こうゲームしながら喋るっていう、あの、いろんな行為を同時にやらなきゃいけなかったりっていうのがあるからね。まあまあそんな感じで、ちょっと、後半は僕のお悩み相談みたいな感じになっちゃってしまったんですけど、まあぜひね、まあそんなところも含めて、また動画ご視聴いただけたら非常に嬉しいなというふうに思います。はい。じゃあちょっとアイテム整理と、まあ武器改造だけしてね、終わりにしたいというふうに思います。OK。ああ、でも、ああ、しまったな。まあ、ブラックティールもうそろそろ売るか。うん。ね。うわー、あれだね。結構改造するたんびにのお金がどんどんかかってきた。そう考えるとやっぱブラックティール早めに売っちゃって金にしてしまった方がいいかもしれないね。はい。ということでね、本日も動画まで最後ご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。ぜひね、チャンネル登録ボタンとグッドボタンを押して、次回以降のね、パートもお楽しみいただけたら非常にありがたいです。で、まあ、そんなこんなでね、まあ、次回までにちょっと喋り方、もしかしたらこう、ちょっと実験的に今素で喋ることができるかどうかっていうことで、まあ、なんだっけ、関西弁でね、まあ、大阪と京都、まあ、関西、地域に、まあ、30年近く、まあ、25年くらいか住んでるというのもあるんでね、ちょっとやってみようかななんていうふうに思ったりします。ということでね、あ、相手もパンパンやな、まあいいか。ということでね、本日も動画以上でございます。また次回パートでお会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。